おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、今日のスピーチアワードに登壇される、アドバンス第17期の先輩方を全力の聞き力で応援する、話し方の学校東京ベーシック17期さんの提供です。話し方の学校 OB、OG、受講生の皆さん、大好きです。<laughs> という、 ボイシーの応援のとこで、今日は、今日はあるんですよ。あの、話し方の学校で1年間、えー、ベーシックコースからアドバンスコースに進んだみんながスピーチアワードといって、まあ1年間の集,集大成を3分間スピーチで発表するんですね。で、半年間学んだベーシックの生徒さんが聞き力を全力で発揮する日になるので、まあいわば会場は ベーシックの皆さんの聞き力によって作られた空間で1年間学んだ先輩が全力でスピーチするという超絶美しい空間になるのでそれをこのボイシーの応援枠まで使って応援するって素晴らしいですねまさにグレートプレゼンター17期ベーシックの皆さんのこと大好きです、えー、この話し方の学校入学体験校で今どんどんやってます 6月からね、東京校が開校するので、5月の22日の土曜日14時からも話し方の学校入学体験講座やってますし、6月もね、東京校の入学体験講座もあるし、大阪校、福岡校の入学体験講座も6月にはやってます。こちらも全部体験講座は鴨頭嘉人本人がやりますので、鴨頭嘉人のホームページの方でチェックしてみてください。 えー、今日はですね、昨日ね、ボイシーでちょっとあの暗いトーンで喋っちゃったんで、今日は明るく行きます。元気に行きますので、もうみんなの太陽になるって言いながらめちゃめちゃ暗いボイシーを発信してしまいましたので、ちょっとだけ反省しています。朝やっぱり元気に行きたいですよね。はい。えっと、今日は僕の大好きな話をします。僕はね、サービス業で働く人が大好きです。 もうこれは飲食店であろうが、まあパーソナルジムの皆さんであろうが、えー、サロンであろうが、まあ、もうとにかくね、目の前のお客様のために何か自分ができることをやりたいみたいな人が好きです。だから、サービス業というビジネスモデルが好きというよりは、サービス業という業界の中で、めちゃんこ輝いてる人、個人が好き。 だから僕は、例えば、そうだな、マッサージ屋さんに行くときには、マッサージのお店で選ばないですね。人です。だから、指名ができるところにしか行かないですね。だから僕、オリーブスパさんとか好きなんですね。指名ができるので。もう、その人のことを気に入ったら、ずっとその人と会いたいんですよ。 まあ僕は美容室行かないタイプなので美容室に行く人も多分ねあのせっかく自分の髪型とか頭とかをね2時間も3時間もやってもらうのにやっぱりねこの人と一緒にいたら気持ちがいいっていう人からサービス受けたいじゃないですかっていうふうにサービス業ってもう完全にねコミュニケーションもうそれが全てだなと思ってますで先日ですねえー、っと沖縄のリッツカールトン えー、リッツカルトン沖縄に泊まってた時にもうねコミュニケーション本当にこの人は大好きなんだなと、えー、感じさせてくれる人がいたんですけど、えー、その人はブラッドと言いますもうブラッドフランス人なんですよフランス人もうねむちゃくちゃコミュニケーションが大好きで僕あの1、ー、人で朝食取ってたんですよリッツカルトンの方で 1で一人で朝食取ってると、多分ね、その朝食会場の担当じゃないんですよ、ブラッドは。多分他のレストランの担当だったと思うんですよね。だけど、僕が食べてると、まあ、あの、元はといえば、古沢大使、僕のね、えー、旅行とかのアテンドとか全部やってくれてる、手配してくれてる、古沢大使がブラッドと友達なんですよ。まあ、友達でお客様と従業員として友達になってるんですけど、とにかくブラッドくんは、こっちの要望を何でも、 気持ちよく聞いてくれるから最高なんですよって言って大使にか僕に紹介してくれたのがブラッドだったんでその後大使がいなくても僕がどっかで食事をとってるとブラッドは必ず挨拶しに来てくれるんですよもうねあの今ゴールデンウィークでレストラン混んでるから早めに予約取った方がいいよとかえっ、ー、と取れないよ普通に取ったらだから僕に言ってみたいな <laughs> 要は普通に予約を レストランに言ったら取れないから僕に言えば何とかするからみたいな人なんですよ別に偉い人じゃないんですけどだけどそんな風に「無理を僕に言ってくれ」と「僕はお客さんに無理言ってもらうのが好きなんだ」みたいなそんな素敵な人で1人で食事してても声をかけてくるのも今みたいに昨日聞いた言葉もかけてくるんですけどいやーもうね昨日大変だったんですよって結婚式があってその後1時間後にお客さん入れなきゃいけなくてもうくたくただよーみたいな え <laughs> 愚痴に来たのみたいな感じで <laughs> でもそれをなんかね暗いトーンで言わないんですよ明るいトーンで人間味あふれる言い方してくれるのでなんかね親しい友人と会話してるっていう状態にしてくれる人それがブラッドです <laughs> でブラッドになんかむちゃくちゃ日本語うまいのでなんてそんな日本語うまいのとやっぱフランスで勉強してから日本に来たのって聞いたんですよ そしたらそもそもいや日本に来て2年だとで日本語はなんで勉強したのって聞いたら YouTube です <laughs> え <laughs> 日本語の英会話英会話じゃない日本語のスクールとか行ってないのって言ってないと今は YouTube で勉強できる世界中の言語が <laughs> って言うんですよ <laughs> え <laughs> と思っていや YouTube でたった2年でそんなに喋れるようになるのって僕が驚いて聞いたらブラッドはこう答えました それはやっぱり目的意識じゃないですかかっこいいっすよね <laughs> え僕はもう日本でホテルで働くって決めたから絶対に日本語マスターするっていう目的が明確だったから、えー、YouTube でたった2年で喋れるようになるよ、えー、誰だって目的意識が強ければ身につけられるんだよ <laughs> っていうわけですよあ、もうおっしゃる通りで僕が聞いたのが ブラッドは何が夢なのって聞いたら僕は GM になるのが夢だってもうすぐ言い切りましたねまあまあホテル業界でいうと総支配人ですよね GM といえば要は現場のトップですね、うん、で GM になるのが夢だって言ったから「いやブラッド絶対なれるよ」って言ってあげたら「僕もそう思うよ」って笑顔で言うわけですよ でまあ、そういう会話をしたからね次の日会った時にも「ああブラッド!」っつって「あいカモさん!」みたいになって「ねあのー、GM!」って僕が声をかけたら <laughs> めちゃめちゃ照れて「いやカモさんまだまだマネージャーだからまだま,まだ GM じゃないから」とか言って自分で夢を語ったんだけど今呼ばれるのは照れくさいみたいですね、まあ、そういう奥ゆかしいところも含めてなんかね距離が近いんですよね心の。うーん すごく可愛らしい人で,で、まあ、仲が良くなったからなんですけどあのブラッドって会話しててもすごく楽しいし居心地いいんだけどやっぱりさホテルマンが例えば「さっき忙しかったから大変だよ」みたいなお客さんに愚痴こぼすなんて結構珍しいよね。しかもここ高級ホテルルのリスカルトンだろ ブラッドみたいにそんな風に愚痴こぼす人っていなくない珍しいよって僕はわざとねあの親しくなったんで突っ込んだんですよその時のブラッドの返しがめちゃくちゃ面白くてそれはフランス人だから仕方ないよ <laughs> って言ったんですよすごくないですか <laughs> 高級ホテルでお客さんに愚痴言うの珍しくないっていう突っ込みに対してそれはフランス人だから仕方ないよ っていう返しをしたブラッドの言葉を聞いてあこれ使えるって思いましたで仕方がないって自分に対する許可を与える素敵な日本語じゃないですか仕方がないという言葉の意味は理不尽なことや困難や悲劇に見舞われたり避けられない事態に直面した時に粛々とその状況 日本語である、えー、自分では変えられないようなそんな理不尽な困難悲劇に見舞われたら仕方がないという言葉でそれを受け入れてあげるという生き方です、えー、ブラッドから教えてもらった素敵な日本語でした、えー、それでは今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。 せーのいいねー仕方がない許しちゃえ <laughs>